アニハセヨ、チュヌプリン将軍イムニダ。ということで本日はまあ残念なね記事なんですが、東京オリンピックがもう中止がねもう決定だろうという記事がね出てまして、結構ネットでね話題になってたので取り上げていこうかなと思うにだ。まあね、東京オリンピックね今まあ延期にはなってるんだけれども、まあ1年延期っていう形にはねまあなってるんだけれども、もう中止はねもはやもう決定的なのではないかということでね、かなりね話題になってるんだね。国とかこの組織委員会とか頼りにしてる、まあワクチン、コロナウイルスに対してのワクチンっていうところなんだけども、まあ、来年の開催までにこうねそのワクチンがこう世界中にねこう行き渡らせるっていうのはもうほぼ不可能なのではないかっていうことにだね。コロナウイルスね、まあ、世界でもかなりね今、まあ、猛威を振るってるんだけれども、やっぱり日本でもさ緊急事態宣言明けからさ、うん、まあ東京でね400ね何十人とか、出たりとか、もう全国でもねもうどん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 増えていって、でねもう今ね非常にね大変な、まあ、状況にだよね。うん、まあそんな中でねじゃあ来年落ち着いてますかって言ったところでね、ワクチンもねこう行き渡らない、世界にね行き渡らないで感染者もどん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 増えていってる、じゃあ第2波第3波が来るっていう中で、じゃあオリンピック開催しましょうってね、世界中の人がいっぱい来るわけじゃん。いやそれはもうさすがにね無理だろうっていうね、もうことにだね。将軍の方ではねオリンピック楽しみにしてたっていうのもまああるにだで、ちょっと残念かなっていうふうにはね思ってるんだね。オリンピックの準備をしてるこう現場とかでももう中止をねみんな望んでるみたいなんだよね。組織委員会の、まあ、会長、まあ、森会長だよね、うん、がなんか取材に答えた時には、まあ、中止は全く考えていないと、で、毎日神に祈るような気持ちだっていうことでね、もう祈っちゃってるにだねもう祈っちゃってるにだよ、もう神に頼るしかないってことなんだよね。もう委員長がっていうかもう会長がそう言っちゃってんだからね、もう祈るしかないですみたいな。ってことはもう具体的な対策案とかもないし、もう祈るだけって、うん、それはちょっとねさすがに厳しいんじゃないのかなと。もうかなり追い込まれてるにだよね。だってさ、なんだっけ、もう2兆円以上のこの国のね、お金をこう投入してる事業なんだよね。うん。で、その会長が神に祈るしかありません、みたいな。いや、それはちょっとね、違うんじゃないっていうね。もう最悪のね、事態を、まあ、想定して、早い段階でね、ちょっともう切り上げたりとかしないと、まあもう現状ね、今その、ね、施設とかをさまた、ね、維持したりとか、まあいろいろこうね手を加えていくっていうことで、どん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 やっぱり、ね、お金もかかっていくわけだし、そこにかかる人件費とかもあるわけだし、それってやっぱりね国とかのね基本的にお金になるとは思うから、だからねもう決断は早い方がいいんじゃないのかなというふうにはね、うん、将軍は思ってるんだね。で、その判断の期限なんだけれども、まあ今8月だよね。で、これがね、まあ、10月に決定されるのではないかっていうことみたいだね。なんで10月かっていうと、まあ、このアスリートの立場とかで考えると、まあ、いろんな競技があって、この最終予選っていうのを行わないといけない。オリンピックとかに出るくらいの、このトップアスリートたちのこう予選ともなれば、まあ、なんか少なくとも、まあ、半年以上前にはこう日程と場所が決定していないとダメみたいな。で、その決定した半年より前にね、決定して、でそれに向かって、その自分をこう追い込んでいったりとか、練習したりとか、まあ調整したりとか、やっぱりこう半年間ね、どうしてもやっぱ必要だと、いうことみたいにだね。10月になっても、半年先のこの予選の日程が決まらないとかさ。だから、まあそういうことになってくると、もうさすがにちょっとね、まあ、ベストパフォーマンスできないから、アスリート的にもちょっと無理なんじゃないのかなというふうにはね、うん、なってるんだね。だからね、このやっぱ10月の頃にコロナがどれぐらいね、こう感染者が出てるか、まあスピード感がこうあるかっていうところと、あとはそのワクチンがね、まあ10月にどうなってるのかっていうところがね、まあちょっと、大きなね、うん、分かれ目にね、なりそうにだね。あとはもうスポンサーもね、どんどん撤退していったりとかね、うん、してるみたいにだからね。まあけど、ほぼね、半分ね、半分っていうかもう半分以上だと思うんだけど、まあその国とか多分委員会も、その、まあできないだろうっていうことではあるとは思うんだよ。その、オリンピックのさ、IOC だっけとかも、もう多分できないとは思ってると思うんだよね、俺も。多分俺も無理だろうなって。将軍的にもさ、うん、
思ってるからさ、じゃあなんでこうやって伸ばすのかなって思ったら、こうやっぱりやめたとなかなかね、そうやっぱ言えないんだろうね。だからその終わらせ方というか、その諦め方みたいなのもね大事になってくると思うんで、やっぱこんだけのね費用とね、まあ、準備ねしてきたわけだからね、日本としてもしてきたしね、やっぱオリンピックのね IOC とかに関してもやっぱりね開催はなるべくしたいだろうからね。ただまあこれはもう本当にしょうがないからね、まあ、これはねちょっと仕方がないことだろうとはねと思うのでね、まあ、できれば一日も早くね中止の決断をした方が、ね、お金とかもねかからなかったりとかそれ以降ねしてくるとは思うので、ちょっと一日でもね早く、決断してほしいかなと思うにだ。はい、ということで、まあ、本日はね、まあ、東京オリンピックのもう中止がもう決定的ということでね、もう開催はねもう絶望的っていう感じのね、まあ、記事が、ネットで話題になってたので、ちょっと将軍の方でね、取り上げてみたにだ。まあ、よかったらね、皆さんも、東京オリンピックについて下のコメント欄で意見聞かせてくれにだ。以上、プリン将軍でした。将軍 TV、まぜ！チャンネル登録しないと、しますにだよ。ご視聴、カムサムにだ。